長谷川達夫は鳥取県鳥取市出身の日本の技術者です。戦前は航空技術者として20代の若さで高高度戦闘機機94の設計主務を務めました。終戦に伴いトヨタ自動車工業に入社し、自動車技術者として活躍しました。トヨタの近代的乗用車作りの基礎を築いた人物であり、世界のモータリゼーションに大きな足跡を残しました。長谷川達夫は1916年大正5年に仏師長谷川熊蔵の6人兄弟の末っ子として誕生しました。熊蔵の長男長谷川海輝は東洋のロダンと言われた朝倉文夫に師事し、大正から昭和にかけて活躍した彫刻家です。末っ子であった長谷川達夫は幼くして父を亡くし、貧しさの中で育ちました。10歳の頃、服用機が軽々とデモ飛行をするのを見て天地がひっくり返るほどの衝撃を受けた。世の中にこんなすごいものがあるのか。子供の頃のその驚きが大空への憧れとなり、飛行機への夢と将来性から難関の航空学科を目指します。長谷川達夫は1939年昭和14年に東京帝国大学航空学科を卒業後、立川飛行機に入社しました。1942年昭和17年3月、自ら考案した TH 翼型の論文を日本航空学会史上に発表して大きな反響を呼びます。日本陸軍より B29 迎撃を目的とした高高度戦闘機の開発を命じられた立川は、その設計主務者として長谷川を起用しました。この時長谷川は入社4年目の27歳で、戦闘機設計はおろか、それまで設計の実務経験すらありませんでしたが、立川飛行機上層部は長谷川の才能を高く評価しており、機94の設計主務者として抜擢したのでした。折しも1944年昭和19年6月16日未明、米軍戦略爆撃機 B29 による初めての日本本土空襲が行われました。これにより日本本土の防空体制の脆弱さが明らかとなり、その後の大規模な本土空襲の発端となります。1945年昭和20年3月10日の夜間空襲では、一晩で死者約10万人、被災者約100万人を超えました。長谷川は高高度に対応した新機軸を織り込み、機94-1型、その後の機94-2型を設計しました。機体の設計思想は当時の日本機の試作機の中でも先進的でした。主翼には長谷川の独自研究による双流翼型の TH 翼を採用、高高度1万メートル以上対応の全部風防と一体となった与圧機密室が胴体内に組み込まれ、排気ガスタービンは胴体下面にバランスよく配し、武装は30ミリと20ミリ機関砲各2門を翼内に搭載、高高度における安定および装備上の諸問題など極めて細かく行き届いた設計でした。機94-2は長谷川の才能と立川の高高度機のノウハウを全て凝集した傑作とも呼べる試作機に仕上がり、1945年昭和20年8月6日の地上試験では好成績を収め、あとは8月18日の初飛行を待つばかりとなっていました。機94-2は B29 を阻止できる本格的な高高度戦闘機の最後の切り札として多大の期待をかけられていました。しかし1945年昭和20年8月15日の終戦を迎え、機94-2は一度も大空を飛行することはありませんでした。かつての航空機大国だった日本は戦後 GHQ によって航空機の研究、設計、製造を全面禁止されます。
世界水準の航空機を開発してきた技術者の多くは鉄道や自動車産業へと移って行きました。長谷川達夫は1946年昭和21年にトヨタ自動車工業に入社しました。戦後間もない自動車産業は未だ揺らぎの状態にあり、長谷川は入社当時の様子を、現場合わせで車ができる、強度計算なし、部品の重量管理もない、不思議だった、と述懐しています。長谷川の力量はずば抜けたもので、航空機開発で得られた空気抵抗に関するノウハウを自動車開発に発揮しました。初代トヨエースの主査を皮切りに、初代パブリカ、トヨタスポーツ800、初代カローラの主査を歴任。1967年昭和42年に取締役製品企画室副室長に就任。その傍ら、初代セリカ、カリーナの開発主査を務めました。初代カローラの発売40周年の2006年平成18年にインタビューに応じた長谷川が語った話として、1963年昭和38年暮れ頃にカローラ開発を提案した時、良すぎるとの理由で反対されたと言います。主力車コロナを圧迫しては困るという考えだったと思いますよ、と当時の状況を思い起こし、そこで長谷川は販売の神様と言われたトヨタ自動車販売の神谷祥太郎社長を訪ね、日本のモータリゼーション爆発に備えたいと理解を求めました。長谷川の熱意に豊田英二副社長もその後カローラを認めて、1963年昭和38年 197A カローラ開発プロジェクトが長谷川の主査のもとにスタートしました。この開発で長谷川は80点プラスアルファ主義を提唱しました。燃費、性能、居住性、安全性、防火さなど大衆車として全てに80点以上を求める考えです。初代トヨタカローラは1966年昭和41年11月に市場に送り出されます。そして発売から2年半で生産台数50万台を突破。その成功は自動車業界にとって画期となりました。カローラの成功はその後のトヨタ躍進へとつながり、国内に本格的なモータリゼーションを巻き起こし、日本にマイカー時代をもたらしました。また特記すべき事柄としては、1970年代に NASA アメリカ航空宇宙局が今日のジェット旅客機のほとんどが利用する旋温測域の翼理論で世界的に特許を得ようとした時、長谷川が1942年昭和17年に発表していたTH 翼型の論文が先例と認められ、申請が却下されたことでも知られます。これは長谷川の翼理論研究がいかに独創的で応用範囲の広いものだったかを物語っています。この戦闘機設計で培ってきた空気抵抗力学と軽量化技術を自動車開発に取り入れた長谷川は、完成度の高い大衆車を続々と生み出したのでした。その中の一つ、かつて航空技術者だった長谷川の大空への思いを表したものがトヨタスポーツ800で、その開発は長谷川と同じ航空技術者出身の関東自動車工業の幹部との雑談から始まったといいます。昔飛行機屋だったことが自動車屋になった今でも時々頭をもたげてくる。ジェット輸送機の機能的な美しさ、あのスピード感が地上で楽しむ自動車で具現できないだろうか。こういった欲望が以前からあったが、今度トヨタスポーツ800を設計する機会を得て心が躍った。
空気力学的アイデアによって出発した航空機ムードのボディスタイルに風洞実験による修正を加えて空気抵抗の少ないボディとしたと長谷川は述べています。驚異的な空力性能と軽量ボディに戦闘機のキャノピーを思わせるスライドドアの実験車が試作されました。1962年昭和37年の全日本自動車ショーにパブリカスポーツとして出展され大反響を呼び、市販化を望む声が上がります。キャノピーの代わりに脱着式のルーフとして1965年昭和40年トヨタスポーツ800として世に送り出しました。長谷川は自身が開発したセリカが誕生するまでトヨタスポーツ800を業務の足として使用しています。スポーツカーを大衆の手にというコンセプトで開発されたトヨタスポーツ800はヨタ8の愛称で親しまれ、生産台数3057台、輸出台数455台の中で半世紀を過ぎた今でも約900台が国内で乗られています。2021年令和3年12月12日にトヨタスポーツ800生誕55周年祭がトヨタ東京自動車大学校の校内サーキットにて開催されました。各オーナーによる車両紹介などの催しが行われ、参加者募金による交通維持育英会寄付金贈呈式も行うなど、トヨタスポーツ800オーナーズ協議会によって社会貢献活動も行われています。長谷川は1972年昭和47年に常務取締役に就任、1978から82年、昭和53から57年まで専務取締役を経て退任。2004年平成16年に日本自動車殿堂入りを果たしました。自動車開発の王道を築いた長谷川達夫は、トヨタの主査ポジションの後継者養育にあたって、指針として次の10か条を挙げています。
長谷川は職場では妥協のない仕事ぶりが有名でしたが、家庭では子供とキャッチボールをするのが好きなごく普通の父親であったと言います。2008年平成20年4月29日に老衰のため神奈川県横浜市の病院にて逝去、92歳でした。書斎の机にはお気に入りの顔写真と自らの葬儀の段取りの詳細、その工程書を残しており、その用意の周到さにご遺族はやはりエンジニアだと改めて思ったと言います。あなたにも先人の声が聞こえます。